暗く塗った地域が東シベリア東シベリアはロシアシベリアの東部伝統的にはシベリア三大河川の真ん中のエニセイ側から東で太平洋海岸までを指す近年伝統的なシベリアから最も西のウラル連邦管区と最も東の極東連邦管区を除くシベリア連邦管区が設立されたのでその場合はシベリア連邦管区のエニセイ側よりも東で 東方太平洋斜面の河川の分水嶺までを指し、その東は極東連邦管区になる。東シベリアの面積は720万平方キロメートルである。その大部分は大河星の中央シベリア高原になっていて、北はツンドラ低地、南と東は西サヤン山脈と東サヤン山脈高い山々、ザバイカルの山脈がある。ここには、 ロシア最大の川であるエニセイ川トレナ川が流れている。東シベリア内にはクラスノヤルスク地方、ザバイカリエ地方、イルクーツク地区、サハ共和国、トゥバ共和国、ブリヤート共和国がある。東シベリア最大の都市はクラスノヤルスクで、その他の大都市にはイルクーツク、ウラングで、チタ、ヤクーツク、アンガルスク、ブラーツク、ノリリスクがある。 代表的な植生はタイガである。東シベリアのタイガは北の森林ツンドラの境界から南のモンゴルとの国境まで約500万キロ平方メートルのスペースに広がり、そのうち345万5000キロ平方メートルは新葉樹林に占められている。東シベリアのタイガの土壌と植生はツンドラ地域と森林地域よりも有利な条件で発達している。幸いなことに、 隣の西シベリアよりもしっかりした岩盤の石質の溶岩の上に石が多くしばしば薄い土壌が形成されている。東シベリアには湿地がほとんどなく湿地があるのは主に平坦で排水が弱い流域の低地にある。東シベリアには様々な景観と植物群落がある。この地域には北極圏の永久凍土乾燥した草原、タイガ。 そして独特な鉱山の風景、タイミル半島の紅葉樹林に出会うことができる。東シベリア経済地区がある。東、シベリア、太平洋石油パイプラインが大瀬戸から、ナホト川の小隅の港まで敷かれている。これにほぼ並行して、ヤクチアからシベリアの力ガスパイプラインが計画されている。ありがとうございます。